皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマは、やりたいことは自分で作るだけということについてお伝えしていきたいと思います。昨今の若者とかにその傾向が多いのかもしれないんですけれども、やりたいことが見つからないとか、自分が一体どうしていっていいのかよくわからないっていうタイプの人とかが、多くて、欲しいものをですね目標値を持って、ガツガツ手に入れてきた昭和の時代の人間としては驚く限りなんですけれども、多分やりたいことが見つからないとか、何をしていいかわからないっていう方は逆に、命の危機とかを感じたりとかですねしないで生きてこれた、平和な状態に家で過ごせてたのかなって思わないでもないんですよ。というのがですね、例えば食べるものがないかもしれないとか、あまりね生活環境が良いような家で住んでない人っていうのは結構やっぱ気持ちがハングリーになるから、大体こう大きな会社の社長になった人の過去って大体そういうところがあったりしますよね。ものすごい大きな病気をして、体に血管とか欠損があって、その中で例えば学んだことによって世界を広げていくとか、大体こう反面のギャップとかがあるケースが多いので、ある意味幸福である意味不幸なのかもしれないけれども、与えられすぎちゃってる人生を過ごしている方っていうのは往々にして何が欲しいかわからないっていう答えを言うケースがあるんですよね。やりたいことっていうのがない場合、それが世の中に存在しない場合があったとするじゃないですか。そうすると基本はですね、自分で作るしかないんですよ。居場所って自分で作るものなので、誰かに与えられてそこにいるっていう選択肢を取ってしまうとですね、誰かに与えられているから、その与えた誰かに辛いことがあった時とかに文句言いたくなっちゃうんですよね。だから与えられた場所にいるっていう選択をしない方がいいです。やりたいことがあるんだったら、そしてそれが世の中にないものだったら、自分で作るだけというふうに割り切ることができるだけでですね、随分世界が広がると思うんですよ。で、ちなみに過去の私で言うと、会社員で勤めていて、それはそれで経験としては悪くはなかったんですけれども、やりたいことっていうか、お客様のためにはこういうふうにしてあげたいなっていうのが、会社で通らなかった時にですね自分で独立してそれをやるしかないって思ったんですよ。で、会社に期待をしてもうそれが叶わないっていうのが分かった時に会社を辞めようっていうふうに思ったんです。やりたいことがあるんだったら自分が社長になって進めればいいって思って独立したのが私の独立の一番のきっかけになっているので、そっか、会社にお願いしてやってほしいっていうのがナンセンスなんだっていうのが分かった時に独立することにしたんですね。だからまさにその時の私の心境っていうのは、やりたいことは自分で作るだけっていう心境でした。なので今いる場所で自分の夢が叶わない、やりたいことができないなっていうふうに感じる方っていうのは、もうそれは自分で作ったらいいっていうシンプルな一択だけです。なので現状を鑑みて、どこかにいい世界があるならなって思うぐらいだったらやってしまった方がいいっていうことを本日はお伝えしていきたいと思います。それでは。